ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は新しいパーティーができました。見てください。これゴールデンスライム、メタルキング、はぐれメタル、メタルスライム、メタル系で揃えてみました。なんかネタっぽいパーティーになったんですけども、意外と使えるんじゃないかなと思うんですよ。まだステータスはカンストはさせてません。使えるようならカンストしようと思います。ゴールデンスライムの、スキルですけども、次元竜と MP アップ4、封じガードで、メタキンが、デスタムーア、素早さアップ4、封じガードで、はぐれメタルが金術 MP アップ4、封じガードで、メタルスライムがジャスティス MP アップ4、封じガードです。はい、まあ、どんな感じなのか、とりあえず戦ってみましょう。それでは対戦よろしくお願いします。マホカンタが来たか。でもそれもね、大丈夫だと思う。マダンテいきます。でメタキンでいてつく波動があるので、これで吹っ飛ばして、で、マダンテで、メタスラも、マダンテですね。どうだ、凍てつく波動で消す。で全員の超スピードでマダンテをぶっ破し続ける。いいんじゃない。いや、ひどい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 ぞこれ。ありがとうございました。それではよろしくお願いします。マダンテね、メタル系には弱いんですよ。メタル系に弱い。だからこういう時にはギラグレードとかそういうのをやっていこうかなと思ったんすよね。ヨナズンと、あ、いや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 、もうマダンテいけね。マダンテいけるやつはいけ。身代わりするよね。あ、違う違う、そうだ、わかったわかった。ああ今のはまあ運が良かったけども、こういうこともあるんで、あれだわ、いてつく波動で身代わりを消してあげればいいんだ。はいはいはい、なるほど。じゃあマダンテで、あーいてつく波動使えない。いてつく波動が使えない。なるほど。なここギラグレイドのメラゾーマの、あ、やばい時間ない。身代わり OK。 そうか、凍てつく波動ってかなり MP 使うんだね。なるほど、そうか。これはやっちゃったな。これでは倒せるんだけども、はい。いや、これはもう完全ミスったわ。うん、なるほどね。あ、ザオリク、はいはいはい。あ、面白いね、面白い面白い。でまた同じ感じで来るんでしょ。いや、 MP 回復を入れてるんだけども全然回復しきれないな、しきれないんだね。ならばここ普通の攻撃をして、これでどうだ、ヨグランデで、あ、ギラグレードかで倒せるでしょ。え、無理か。イオグランデの方だ。これ攻撃順を調整できないっていうのが、あ、よくないな。なるほど。いや、これ結構課題ありありだわ。ありがとうございました。
それではもう一度挑戦です。よろしくお願いします。神様、珍しいね。珍しい。マホカンタは来ないよね。来ないよね。ならば、これ全員マダンテでいけるんじゃない？あ、いや、神様、光耐性あった。一応こいつだけイオグランデで様子見ようか。いけ。あ、効く。あ、じゃあ全員マダンテでよかったわ。ちょっと待って、なんでギガブレイクしてんの？なんでなんでそれした？俺ミスったな。あやばいそういうのやばい。休みとかもう弱点なんだ。これはやばい。やべえ。ああでも大丈夫だった。オッケー。行けるときには行けるんだね。うん、行けるときには行けるんですね。でも全然ダメなときは全然ダメなんでしょうよ。うん、さっきのもこれマダンって打っときは勝ってたんじゃない？メタスラがさ。はい、マダンテ。おお、 HP 高いね。でもこっちも素早さはかなりのもんだから全然先制ができるね。おいなるほど、めちゃめちゃ回復するのか。そういうことね。ああ、なんかやたら回復すると思ったら、そうかそうか。ならば凍てつく波動でぶっ飛ばして、あー、そんなに使うんだ。ちょっと待って、ギガマホトラとか効く？いけ。ちょっとありがとうございました。はい、ということで今日はですね、このメタルパーティーで行ってみました。まあ、一見ネタパーティーみたいな感じなんですけども、意外と行ける時には行けます。うん。やっぱみんなね、素早さが1000ぐらいあるんですよね。なので最速で、マダンテを打っていく。で、もしも、マホカンタやられた時には、メタキンがね、一番素早さ早くしてるんですよ。1400で。あと1000ぐらいで。なので、メタキンが最初に、凍てつく波動を打ってあげて、打ち消して、で、そこで、マダンテ3連発。多分ね、一発600いくのよね。サブロク18で1800ダメージ。まあ、L サイズの、それなりのやつじゃないと耐えれないと思うので、それでいけるよね。わからん。まあ、光の番人とか、光耐性がもろにあるやつには効かないと思うんですけども、あとメタル系ね。それ以外はいけるんじゃない？うん。まあ、もうちょっとこれ試してみて、いい感じならステータスをね、カンストさせてみたいと思います。はい。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。